みなさんこんにちはい。皆さんこんにちは。令和5年8月24日に収録を行っています。今回のテーマは減税嫌いは破滅の道ということでお伝えしていきます。うんうん、えっとまああのー、典型的なのがガソリンなんですけれども、はい、こうやって東京とかにいるとガソリン代がこんなに上がって困るのは、まあ、僕みたいな車好きとかあるいは一部車で仕事している人だけの問題に見える。 かもしれないまあそう思ってないでしょうけどでも本当は地方行くとですね、うん、あのは行くとあれってその例えばあのおうちの,の奥さんがあ買い物に行く奥さんでなくても誰か家族が買い物に行く時に、うん、そのとにかく自分の車しか足がないっていうのは当然ですけど、うんはい、公共交通機関が東京みたいに発達してるところはないから。うん そうするともうガソリン代がこんなにあの馬鹿げた値段にまでなっていくとやがて200円超えるんじゃないかと言われたりしてると、はい、仕事だけじゃななくて生活の直撃なんですよね,そ,うですねそれであの岸田総理は自らこら支持をなさって補助金の継続、はい、補助金っていってもこの実際にガソリン買う人に来るんじゃなくて。 元売りっていうその非常に大きな資本のところに行くんですがそこで元売り資本の経営を楽にしてガソリン代を引き上げなくても利益が出るようにするっていうことを続けるとおっしゃっててで僕のブログのコメントにこの動画とかでまっすぐ言ってることが影響したと言ってくださっててそれはその通りなんですがでも本当はこのの補助金の継続でではおかしいんですよねなぜかというと時は民主党政権だったと言ってもですね その法律まで触ってトリガー条項って、まあ、これも何でわざわざカタカナしなきゃいけないのかよく分かんないんだけどお、まあ、引き金ですよね、はい、でこれはもうこのなしで当然分かっていただくんですがこれ補助金の延長じゃなくて当然引引き金<ー>トリガーを引けとということになるわけです、うん、なぜかというともう一度言いますが法的に担保してまでレギュラーガソリンが1リッターあたり 160円以上になってそれは3か月続いたりすればこの税金部分をカットするとまあでこれを何で発動しないかと今160円どころか180円をとっくに突破して200円を目指す状況ですから当然引き金引いてなきゃいけないんですがなぜしないかというといやそれは東日本の,その大きな震災があったので復興に使うからだということになってるわけですけれども。 しかしこの本当はそれはもうやや言い訳に近くなっててその当時と状況がやっぱ随分ね2011年3月にこの震災が起きてまもなくの状況と状況が変わってる復興はまだまだこれからなんですけどは,はっきりしてるわけですよね。そうる根っこにあるのは何のことはないとにかく現在の二文字だだけは嫌だと補助金ならいいけどもだから補助金っていわば先延ばしの話なんですよね。 でも条項を発動すると財務省はその税金の取り分が減るっていうだけじゃなくて要するにもともとガソリンに乗っかってこの税金のこの重い税金はいいのかって話になることも警戒してるわけですよ。でそれもあってとにかく減税の二文字だけは絶対に避けると。はい、でもこれは税ってものと考えたら。 僕は基本的に減税論者ですけどもでも増税があるんだったら減税も必ずないと増税しかないんだったらそれって本当にあのお代官様があ農家の方々を苦しめているというのと変わらなくなっちゃうじゃないですかこれ,これで政権持つわけはないんですよでしかも今その武漢熱感染症をなんとか最後まで克服しようとやりきろうとしているところですから。 その時に経済と両立というのは要は需要を喚起しなきゃいけないってことなんでその時に例えば消費税を8%に戻したりするのは僕当たり前のことであって消費税はむしろそうやって減税が直ちに行えるというメリットがあるのにそれを活用しないというのは減税だけは嫌だっていうのは自らののの内閣の破滅の道だと思いますだから少なくともガソリンについてはまずこの 引き金を引きましょうということです。はい、どうぞ。いやそうですね。あの延長が決ま補助金の延長が決まったんですけど。うん お盆にやってほしかったなっていうのが個人的な思いで本当に遠くまで車で特に子どもがいらっしゃる方は車で移動することが多かったので何でこのタイミングだったのって遅いよっって思ったんですけど、うん、だから記者内閣の,その大きな問題がはっきりしてるのはタイミングがいつも違うっていうかまあ基本的にでそれは違う動画でもお話ししましたけどまたそれが出てるんですよね。し、うん、しかし 今日お話しているのはそのタイミングに加えて、はい、根幹のことをしてとにかく健全だけは避けるんだってこれは祭り事じゃないんですよねはいはい、はい、ありがとうございますでは今日のテーマ以上にしまして野草をさらにいただいた感想をご紹介します、はい、前回の感想の続きです、はい、感想をお送りしようと思いながらまだいろいろと考えが巡っていてまとまらないのですがうん、うん、初めて読んだ時に強く思ったことは春子さんが壮絶な人生の最後に死にとうない と思ってくれたことが何より嬉しかったということです春子さんの人生を追いながら同時に私の祖母の人生のことも考えていました多くは語らない人でしたがこの物,物語の今日の都の一夜のようにいろいろ話してくれた時がありました<う>幼すぎて当時はちゃんと理解できていませんでしたが戦争を生き抜いた祖母の人生もまた壮絶でした 末期癌で最後はモルヒネの投薬で意識も朦朧としながら集まった親族に「あんたら大勢でどうしたんかね?」手招きをして「えー、そんなところにおらんとチコをよりさんお餅食べるかね?」とストーブのお餅を取るような仕草をしていました死ぬ間際でも自分のことではなく周りのことを気にして旅立っていきました私は何年も祖母が幸せだったんだろうかと考えてきましたが 春子さんのこのシーンを読んで、答えが見つかったかなと思っています。という感想です。ありがとうございます。いや、胸にしみるとはこのことですよね。うん、もうその最後のシーンは実際に体験されたことですけど、誰の胸にも染みる。うん、お餅を食べないかと言ってくれた。おばあさんね。はい、おばあ様であの一言だけ。申せばね。このそのおばあ様も。 あんまりこう自分を表現してものを言わなかったっていう方だっていう趣旨でしたけど春子さんはじゃあものを言えたのかというと、うん、言えない人だから日記を克明に記して、うん、でそれは性格からくるんじゃなくてやっぱり自分の人生をずっと負のものとして見てきて兵頭作蔵さんとの関係特に負のものとして見てきてそれを春子さんっていうおばあ様 おばあさんになってもししててていいいくいわば永遠のの青春の話として僕は書いてるんですよ、うん、だから直接言えないので日記の中にはありのままに書いてそれをまあ自分の息子っていう例えばすごく近い人じゃなくて1世代置いった孫でも子供として育ててお互いによく分かっているしずに託したっていうのがこの物語の自分で解きしちゃいけないんですけど。 本館なので自己表現ができないっていうのは人間の普通なのであのそれをみんなで共有してほしいという気持ちも実はあって書いたんですんはいありがとうございます、はい、皆さんまだ感想注意報が出ております、はい、ぜひ、えー、この野草講座ロのコメントをあ感想を青山茂春のブログのコメントまでお寄せくださいお、はい、待ちしております、はい、そして チャンネル登録シリーズです。世界の食片前回インド行きました。今回ははいえー、っとですね。今なんでニコニコしてるかというと、こうインドに行った以上は、モンゴルも行った以上は、この二つに挟まれてどっか下げているとかありませんかっていう、はい、<laughs> 中国がね。はい、実は中国下げているんじゃなくて、はい、ままあの例えば国会議員になる前は。 例えばある時期で言うとアメリカよりも多く中国に行ってました、うんはい、でやっぱ人民解放軍ともろにあの議論することが多かったんですけど最初は英語通じないんでもう宿泊したんですけどやがて中国の軍人でアメリカの大学に留学する人が増えたりして話しやすくなったんですけど、うんえー、思い出は山のようにあるんですけれども今全然中国に行くことできないですけどね一番最初に行った時にあの当時はまだ記者ですけれども。 ま台場物でいうとですねあの記者団でテーブル囲んだ時にねこんな大皿にですね蛇の子供と思われるものが頭だけ落として、うんはい一般に出たんですよ。はい、それでそれをあの「タオナギ」って言って蛇じゃないっていう説もあるんですが、はい、これ実は上海、えー、共産党との会だったんですけど。あの その時に僕は何度も確認したんですがいやこれはタウナギの子供じゃなくてヘビですよとそれがみんなにこう伝わったので誰も食べられなくなったんですが <laughs> そうですよねで僕も日本にいたらヘビの子供って絶対無理だと思うんですがあのその土地に行くとその土地の言葉も話すようになっちゃうけど食べ物も普段食べられないものも基本的に食べるんでそれをあの食べた。食べたら、はい すごく美味しかったんですよ。<ー>いや日本で食べたら多分美味しいと思わなかったと思うけど、はい、いいんだけどさ、食べる食べるってあのぬるぬるつるつるなのね。<ー>これ甘すとみんなが嫌なっちゃうかもしれないけど、<ー>でもあのお酒に合うし、うこの食べてたら <laughs> この蛇のこのし尻尾の部分がおう <laughs> んとかこう入っていくじゃないですか。ちぐちぐっと。<laughs> で横に報道機関名前は言わないけど。 あの年配の人がいたんですよ、はい、当時僕はまだすごく若いですよねその人がそれを見てて大体、はい、いいその「蛇の子供って説明を何度繰り返 <laughs> 聞いてもそれ繰り返すんで中国側がそれでもう顔が欺めてたところあったんですけど、はい、あの自分が高年だなっていうのはあれだけど高齢な人ってやっぱ結構繊細じゃないですか若い方が繊細に見えるけど本当は乱暴だったりするじゃん <laughs> まあ人によります、ね、人によるんだよ。繊細な人だったんです 体つき見たそう見えないんだけど。それがこう、もうだんだんこう行き地にこう足していくところで。このツルつツるル入っていくのは見た瞬間に。あ <laughs> <laughs> って。倒れたんですか。完全に倒れて、急ごうと後ろにひっくり返って。<laughs> えー、気絶。大、うん、騒ぎになったんですよ。で、ちなみにですね、僕は横朝の、どぼわと話が出て、勢力尽きすぎた。<laughs> で、それは中国側に行ったら、中国が喜んで、うん、ほら、やっぱりだから、倒なきゃなんかじゃなくて。 本物のヘビですよって、えー、でしかもあの上海に結構結構な期間いたんですけど青山を食えるって分かったらこの今度はカリカリにね真っ黒にヘビ、はい、の,の子供をあげ,げたやつパリッと割って食べるってい、えー、それは今唾をあげたんですけど美味しいいんでですね日本は食べられる <laughs>、はい、でその時に酒を浴びるように飲んだんですがその話はまた今度でこれはやっぱりあの倒れちゃったあの方にお詫び方々ですね。はい あの申し訳ございませんでしたが、チャンネル登録、ご健在であれば、ご健在でなくてもお願いします。<laughs> はい、はい。はい。皆さんチャンネル登録をぜひお願いいたします。ご,ご健在でなくてもっていうのはご健在でいてほしいっていう意味ですよ。<laughs> はい。はい。そして独立講演会のお知らせです。10月22日神戸にて開催されます。こちらのお申し込みは9月11日から始まります。ぜひお越しください。はい。久しぶりの神戸、えー、きっと。 拉致ののお父様の有本昭郎さん地元の神戸から駆けつけてくださるというのを私も本当に楽しみにしてますお待ちしてますで、えー、日本の最初選びに参加するためにまあ嫌だって方ほど住民主党員にこの事務所を通じてなってくださいなぜこの事務所か。既得権益のしががらみがない 僕の責任でいますたった一つの事務所ですからここを通じていただければと思いますはい。はい動画の概要欄からお申し込みくださいそれでは今回もご視聴ありがとうございました、はい